のも使えると、okay、停止地点、停止地点、うん、全然なんか違うとこだな、全然違うとこだな。こっちでいいのか。戻ってこい。うわ、迎えた。敵です。爆発するのか。やりましたね。みんな大丈夫？みんな大丈夫か？おい。一人やばい。一人やばい。撃ったら爆発するんだ。大丈夫か？すまんな。助かりました。すまんな。悪いことしてまった。これはフアレスのテレビ局からの生中継です。報道ではメキシコは反乱軍の制圧下にあるようです。司令、ルイス・ペナ大統領が早急な停戦を求めていますが、どうお考えですか？大統領がアメリカ・カナダとの北米安全保障協定の締結をやめるまで停戦には応じられない。この協定はアメリカがメキシコや他の中南米諸国の外交を支配するための口実なのだ。ミッチェル隊員、映像の途中ですが、まもなく橋に到着します。オッケー。了解。第2は13人、フアレスへの武器輸送を阻止します。ありがとうございます。こっから撃てんのか。どりゃー、当たってるか。これはもうブラックホークダウンだな。ちょっと上に上がんない、上がんない。爆発させた方が早いんじゃないか。おい、当てるのは難しいぞ。爆発させた方が早い。将軍、8年の任務を完了。ブラックホーク5より敵補給基地への進撃許可を願います。進撃を許可する。はい、新しい進撃を検討します。司令、メキシコ全土で反乱が起こっていますが、最終目標はアメリカへの宣戦布告ですか？我々は祖国を守る。コロンビアやパナマで立ち上がった同胞と志は同じだ。
我々は北米安保協定に反対し、アメリカの内政干渉を許さない。アメリカは中南米から手を引くべきだ。もしも米軍が干渉するならば、彼らは最悪のサプライズを経験するだろう。まさか、デラバレラの最悪のサプライズがレッドスター 4?1991 年にウクライナから消えた3つの旧ソ連時代の核弾頭だと。なぜあれが我が国の目と鼻の先にあるんだ。基地を破壊。ワンスリーフォーに気をつけて。はい。ちょっと待ち、動かない動かない。動かない。動かない。おい、 RPG か。ちょっと、あ、分かった分かった分かった。爆発物、爆発物。そうじゃないの、爆発物じゃないの。こら中から撃たれてる。撃て、撃ってるよ。撃ってるけど、なんか爆発するもんがない、爆発するもんがない。よし、はい。タンク狙いたいけどな。おお、いいね。タンクはタンク、タンク、タンク。俺は一掃しろ、この野郎。車両、車両。将軍、任務完了。ブラックホークファイブより逃げた敵車列の追撃許可を願います。おい、前か。了解、敵の武器輸送隊を撃破します。もうちょい上。逃げてる逃げてる。おい、やった、お見事。よし、 S、 メスだ。まだ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 。はい、はい。あれか。待って。動きにくい。狙いが定めにくいぞ。どこどこどこ。了解、奴らの裏を書いてやりましょう。はい、撃ち続けて。よし、来てる来てる来てる。お見事。メス、メスだ。こら、入り口で、入り口で防げ。イエーイ。武器が爆発するところ。よし、めちゃくちゃ。ブラックホーク5、何を浮かれている。まだ終わってはいないぞ。フアレスに行き任務を完了せよ。はい、すみませんでした。すぐにフアレスに向かいます。ミッチェル隊、バーンズ中尉からの映像を転送します。州兵が10マイルに及ぶ避難民回廊を設けました。
これは政府がフアレスでの戦闘が激化してメキシコからの不法移民が押し寄せることを危惧しての措置です。反乱は中米全域に広がっています。パナマにいるマルコザンブロッタからのレポートです。運河を占領した反乱軍がパキスタンの貨物船から積み荷を